山川穂高の現在ただの晒し下の状態になっている模様。現在の山川は自業自得とはいえ晒し者状態になっている。西武はホンテチベルーナドームの横に新設された室内練習場をファンが見学できるような構造にしています。当初はシャッターを閉めていましたが今は開いているので次々とファンが山川の近況をツイートしている。反省をアピールする絶好のチャンスでもありますが、一方で厳しいファンから抗議の声ややじが飛んでも守りようがない環境です。球団 OB 言うほど練習する必要あるか、何も解決してないのに練習した反省ってどういうことなんだ。 NPB でできなくなってもどこかでやれるかもしれんし巨人は取るかもしれんしな、練習頑張っとけよ。言うほど巨人に入る余地ないやろ、間に合ってるわ。檻に遺跡やないんか、自分から辞めるよう仕向けてないか。これ練習まで禁止にしたらそれこそ選手会が暴れてどうしようもなくなるからな、好き勝手させるしかない。勝手に練習しに来るんやからしょうがないわね。ガシマンとか言われんのか、ようやじ飛ばせるな。ずっとシャッター閉めとけよ。というかまだ進展しねえの。